드론은 보셨을까요? 보이즈 러브. 이케바카라 단시 비에르 가쿠엔. 안녕하세요. 대학생아 야바이. 오츠가 높은 키스 코스. 너 한 마리 키스 아니 없었는데. 이건 すごいね. 안녕하세요 여러분. 미나상 곤니치와. 지금 저는 도쿄 이케부쿠로에 있습니다. 근데 여러분들 일본에는 굉장히 많은 콘셉트 카페가 있잖아요. 가장 대표적으로는 메이드 카페가 있고 뭐 집사 카페, 뱀파이어 카페 유명한 것들 엄청 많잖아요. 그런데 이번에 제가 갈 카페는 바로 BL 카페입니다. 드론은 보셨을까요? 보이즈 러브라고 해서 줄여서 흔히들 BL. 처음에 이 BL 카페를 우연찮게 유튜브에서 접하고 난 뒤로 엄청난 충격에 휩싸였는데요. 이거는 오타쿠 된 본분으로서 안 가보서는 안 되겠다 라는 생각이 있어서 오늘 한번 가보려고 합니다. 도쿄 여행 브이로그에 함께 출연했었던 오래된 제 구독자이자 일본인 친구 리오와 함께 가보려고 해요. 혼자서는 아무래도 갈 용기가 조금 부족해서 그 일본인 친구랑 같이 가보려고 합니다. 아, 히자지부리! 겐키 겐키! 아, 시고토 오츠카레! 私は日本の浮上市ってどんな感じなのかが分かんないから、うんうん、一応だから全然分かんない。だから浮上市って言えるレベルではないと思うんだけど私、でも一応、まあ、ネットフリとかに BL 系のアニメとかあるやん。それとかも普通に見るし、まあ、それだったら浮上市かな。だから一応浮上市ではなくてもはないみたいな感じだから、そう、韓国ではこういう系ってもう全然ないから。そうなんだ。これ本当に動画で伝えたいなと思ったんだけど、こうやって撮ることができて嬉しく思ってます。結構ショックかもよ。その BL とかに全く知らないあれだったらショックかもしれない。緊張する。攻めとか受けとか知ってる？何それ。攻めとか受けも知らないんだ。そっか。何何何、すごい。じゃあまず攻めっていうのは攻める側、もっとグイグイ行く側、まあもちろん受けがグイグイ行く場合もあるんやけど、一応立場的にっていうか攻める側と受ける側みたいな感じで攻め受け。これから向かいます。ワクワクです。エニメイトが엄청나게큰게있습니다。じゃじゃじゃん、ここです。池袋男子 BL 学園。入れます。まあ、ここからは本当に切り替えとか大事。私も役に入ったって感じで、うんうん、抵抗勢です、はい、入れます。登校初日。遅刻遅刻。はい、入ります。おはようございます。はじめまして。あら、まあ、すごい歓迎してくださいますね。すいません。今日来るの初めて。初めてです。今日初めて。新入生1名ご投稿です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、どうぞ。おはよう。おはようございます。おはようございます。今日来るの初めて。初めてです。初めて。 OK、 分かった。そしたらじゃあいろいろまず聞きたいことがあるんだけど、まず名前を教えてもらってもいい？センって呼ばれてるんですけど、センって名前いるかな日本で。あんまりないかも。さ、センちゃんで大丈夫？センちゃんで。センちゃんで。池袋男子 BL 学園、通称池学って言います。池学。そう、もともと男子校として2011年にできた高校なんだけど、教科共学になって、今日センちゃんは高校1年生としてこの学校に入学しました。じゃあ先輩ですか？そう、俺は2年生の。あ、先輩よろしくお願いします。はい、2年生なんで俺先輩です。先輩なんだ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高校なので入学するとね、うん、学費がかかります。うわ、すごい。すごいな。あ、すごい。基本の学費が60分で1000円パドリング頼んでもらってるんだけど、今日初めてなので60分が90分になってます。すごい。すごい。めっちゃお得。お得だな。90分1000円でワンドリンク頼んでもらってます、うん、これが自動延長って言って、こっちからなんか延長するとか聞いてないから。そうなんだ。時間をちゃんと。そう、時間ちゃんと見てね、うん、で帰りたい時に僕たちに下校しますって言ってくれれば大丈夫です。そうなんですね。そうだから帰りますとかそろそろ行きますとかじゃなくて、ちゃんと下校しますって。うん、生徒だから。そう、せんちゃん言える。ちゃんとちゃんと言える。よかった。大事な大事な校則があります。1個目、僕たちのことを在校生、みんなのことをね、登校生って呼んでるんだけど、僕たち在校生には
触っちゃいけません。大変。大変。これ触るぞ。え、触ってもいいの？僕ら触ってもいいよ。え、触った。ここ触っても大丈夫。何年生？1年生、セナでーす。今日入学して今日退学になっちゃうから気をつけて。そう、ワンドリンク制なので、1個ドリンク頼んでほしいんだけど、ここがソフトドリンクのメニューになってます。で、ここ、あ、そう、ちなみにそうだ。せんちゃんは何歳ですか？私は、もう成人なので。あ、でも何歳？あ、そうなんだ。日本で高1だと何歳？ 17?16? 正解！ 16! 正解でした。よかった。16! びっくりした。びっくりした。私飲めないんだ。そう、成人とか違うよね。違う。夢の世界。ちょっと待って。あ、無劇な。何歳？16! 正解！ここが魔法の水のメニューになってます。そうなんだ。そう、ちょっとメニューはこんな感じです。すごい、もうフード系もあっていろいろありますね。何飲みたい？お酒でもいいし、あ、魔法の水でもいいし、魔法の水でもいいし。カシス。せんちゃんはこれ見える？ほもほも？ほもほも水？私が知ってるほも？ほもほも水で。ほもほもでいく。オッケー。すごい。すごくない？すごい。何頼んだの私たち一体？ほもほも水って。私ほもほも水になると。あ、ホモホモ私です。はい、水色なんだ。マオって言います。マオ。マオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2年生のルカです。ルカです。よろしくお願いします。あ、何年生の？3年生です。大先輩。池学といえば。池学といえばこの。一般のメニューにはないこの PL メニューっていうのがあって、これが妄想カップリングポッキー、悶絶カップリングおにぎり。何まずポッキーとおにぎりがあるんですけど、ポッキーはまあ韓国でもそういうポッキーゲームみたいなのもあるんですけど、そういう感じでこの素晴らしい在校生の方たちの恋愛を覗くことができますっていう素晴らしいアイテムで、おにぎりはちょっと作る、それは正直わかんない。ポッキーだけ大丈夫。あ、ポッキーだから私はちょっとポッキーを頼んでみようかなって思います。そうね、なんか頼んでくれたらせんちゃんが監督になって、でその日いる人たちから2人選んで攻めと受けを決めます。どっちがどっちか。攻めと受け、私が説明したよね、さっき勉強しました。はい、一緒済みですか。はい。それで例えば関係性、付き合ってるかどうかとか、幼馴染とか。ああ、年はじゃあ一応決まってるんですね。それも何でも。それも、おお、そっかそっか。別に高校生じゃなくてもいいの。何でも自由。どうしよう。どうしようまず私のシチュエーションからすると、まず先輩後輩がいいなと思って。なるほどで、どうしようかな。結構かっこいい系の先輩が部活の先輩で、部活を見学しに来た新入生、ちょっとだけ見学しますみたいな感じで入ってたんやけど、とその先輩の方が一目惚れして、そっからの話はお任せで。おお、いいシチュエーション。めっちゃ褒めてくれる。じゃあ先輩っぽいやけど。でもなんか一番後輩っぽい。だよね。じゃあ後輩の方も。攻め？と受けはどっちですか？攻め。OK。緊張する。よい、スタート。これ。はじめまして。見学に来てる。あ、そうです、アクセセナって言います。セナ君ね、はい、よろしくお願いします。座っていいですか。なんでうちの部活に興味持ってくれたの？いや、なんかいろいろ見学してて今、でなんかすごい優しいし、先輩たちも、なんかここに入ろうかなと思って。体験どうだった？いや、めっちゃ楽しくて。楽しかった。でもなんかあれだね、本当に1年生なんてめっちゃかっこいい。いや いや、先輩の方がめっちゃかっこいい。絶対持ってますよ。え、中学持ってたでしょ？いや、マジで持っててないです。嘘だ。本当に持ってない。告白何回されたの？いや、本当にされてないです。本当に？はい。さあ、うち あのサッカー部の伝統行事で、はい、あの入部するときにある儀式をやらなきゃいけない。儀式？そう。どういうやつですか？いや、もうそれは聞いちゃいけない、事前に。入るって決まったら知れるの。へぇー、次やっていい？まあ、僕入ろうとしてるんで。本当に？はい。注意しなきゃいけないんだけど。えそう、1年生が その3年生が認めたらチューするっていう、はい、チューされたら認められたってことだ、入部を。本当ですか？それ先輩たちもみんなやってるんですか？みんなやってるよ。あ、本当ですか？でも別に誰かに見られるわけじゃないから、まあ儀式ならいいしかないですよ。本当に
ちょっと鍵閉めて。なんか恥ずかしいな。本当にそういう経験ないんですよ。大丈夫。教えてあげるから。本当ですか。大丈夫。恥ずかしい。どうする。ごちそうさまでした。こういう感じです。すごくない？ちょっと待って、想像以上なんやけど。ちょっと待って、熱い。熱い。本当に頑張って音立てたようなしてる。本当にみんな投稿してもうわーとか言ってるから、見ながら。うわー、すごい。皆さん、ドラマに出演してほしいな。すごくない？手汗がやばい。やばい。すごい。そうでも今日いるのもどの組み合わせでどんなシチュエーションでやってもいいから。直視できなかった。うん。だって人生生きながら誰かの中の姿をこんな近くで見たのってなかなかない。なかなかっていうかもうほぼないじゃん。暑いもんね。暑い。ちょっと待って。じゃあ早く決めよう。どうしよう。何がいい？先輩後輩だったから同級生で。じゃあ。幼馴染いいね。あ、分かった、OKOK。 今回の設定を発表します。幼馴染です。お、同級生の幼馴染なんだけど、一応どちらかは私と付き合ってます。でも最近付き合った。だってそのなぜ付き合ったかっていうと、幼馴染なのにめっちゃ詳しい。すごい熱い。その私と付き合ってない方がずっと好きなの。でもこの子も最近ちょっと、あ、これって友情なの？愛なの？どっち？みたいな感じで、愛ってなんだろうと思って、適当にその時告白してきた私と付き合いました。で、その付き合いを報告する場面です。ちょっとこの子と付き合うことになったんだよね、とか言ってたんやけど、一応私は何も関与せず、で、お二人の世界で。で、まあ、こっちが、なんでみたいな、ずっと好きだったのに、みたいな感じで言ってて。嫉妬みたいな。嫉妬。で、そこでようやく気づく。っていうストーリーでお願いいたします。なるほど。どっちが攻めになるか。うわー、どうしようかなー。え、ちょっと待って、誰が攻めの方がいいんだろう、この物語だとしたら。まあ、当たり前に私と付き合ってない方だよね。じゃあ、私と付き合う。え、おもろいんだよ。よい、スタート。あ、お疲れか。お疲れ、ヤマト。今日さ、一個さ、なんかルカに言わなきゃいけないことあって。何だと思う？逆質。何？それはいい報告。いい報告。あ、いい報告なんだ。じゃあ喜んで聞くよ。本当？うん、喜んで聞く。ヤマトのいい報告でしょ。失敗聞く。これさ、彼女できた。知ってる？センちゃんって1年生の子。どうした？いやあ、そうこの間告白されて付き合った。あ、しかも向こうから。そう。え、仲良かった？そう、最近知り合ったけど、さっき仲いいさ。え、マジで？え、最近知り合ったんだよ。うん。え、ちゃんと好きなの？好きだよ。本当？どうした？意味わかんないか。なんで喜んで気づいて言ったじゃん。でもそういうタイプじゃなくない？結構時間かけて行くタイプじゃん。いや、なんかまあ告白されたし、まあ好きだしかな。あ、そんなもんか。うん。え、なんか嫌だったの？え、嫌とかそれやな。それもう、まあ、はっきり言ったら嫌だよな。なんで喜んで聞くって言ったじゃん。ちょっと待って。あ、待って。何？怒ってんの？割と。なんで？じゃあ、これからはそのセンちゃんっていうことで進んでるんだ。おう、そうじゃない。でも俺と結構遊んでたよ。俺との時間は。まあ、減っちゃうから。いいのかな？そういうこと？よくなかった。そうだよ。近い。何が？俺の気持ち気づいてる。結構出す。こんなことする？ストップ。
行かんの行った。ちょっと待って急、急すぎる。彼女いてるじゃん。別れない。それと過ごした時間も長い。いや、どうでした？今の作品。今の作品もう素晴らしい。もう素晴らしい作品でした。これは多分あれです。賞を取ります。でもシナリオが良かった。本当に監督、ナイス監督だね。ナイス監督だった。すごいね。日本ってすごいね。ネクタイ直してるんだけど、すごくない？で、一番今までのリクエストの中で、何が一番記憶に残ってますか？マニアックだなって思ったの。それで言うと、その動画的にいいかは分かんないけど、自動販売機と、マオとか。自動販売機と愛をする対物。わー、マニアックすぎるわ。これ一回改札口やったことある。すごいね。もっと難しくなったんじゃない？うん、物は私はさすがにその時点までまだまだまだあれだから、その領域に達してないと。あーだちゃーだ、どうしようかな。あー何があるかな。いや、よりエッチなやつとか。そういう BL でよくあるのはエッチしないと出られない部屋。結局やりたいんだもんね。あ、ちょっとあ、ダメ。私最近100冊ぐらい買ったの、少女漫画。プロやん。もうプロプロ、本当に少女漫画のプロ。勉強してきた。最近本当に面白く見た少女漫画だと、うん、あ、芸能人系いいかも。ずっとファンだった推してるグループがいたんですけど、超人気アイドルで、うちの人が撮影とかで学校に来ます。楽屋で使ってる空き教室に、そのなんか移動教室の教室を間違った人がたまたま入ってきました。その撮影だっていうのは全然知らない、学校側も騒ぎになるから内緒にしてたんやけど、で、え、どういうこと、夢とかで、あ、本当にファンですから始まる物語。物語。どうやって宙に持っていく。芸能人の人は有名になる前に、な、小さい役の、そっから一人のファンがずっと手紙とか書いてくれて、この子が成人になったら結婚しようと思った内容なんです。だからそういう感じで超初めからのファンで、第1号ファンだから知ってる、でもその知ってることをファンは知らない。なるほど。それです。はい、これどっちが攻めなんだ。あ、どっちが攻めなんだろう。どっちがどっちにキスしてほしい。ああ、すごい質問。アイドルだね。あ、アイドルから来てほしい。それが夢ありますね。あ、夢あるね。オッケー、よい、スタート。失礼します。お、誰？あ、学生さん。すいません。ごめん、ちょっと待って。スナックリですか？あ、そうだけど。え、あの、ヤマくん。え、嫌だ。いや、嘘ないです。大好きです。内緒だよ、可能性って言えることです。キスの演技したくてさ、練習したくて。ダメですよ、練習。練習だから、付き合ってよ。素晴らしい。なんかちょっと疲れてない？おー、ちょっとこれ見る側でも記録が、ね、ここ痛い。わかる。ずっとこうしてて、結婚式の写真撮ったみたいな感じで。すごいね。今はもう楽しい夢の時間でした。結婚します。ありがとうございます。私が早くも素敵な時間をお過ごしください。最高生結構です。バイバイ。バイバイ。ありがとう。バイバイ。どうでした？もうえ、ちょっとやばくない？正直ちょっと本当に YouTube で一応見てから行ったっていうのもあるけれども、想像以上。じゃあもう実際に見た方が。何なんだあの世界は。何なんだ。え、リオハマりそう。どう？ハマっちゃうかも。いや、なんか疲れるよね。ちょっとなんか老けた感じするよね。もう